久保さん最近ですねあのソ、ソフトバンクの,そあの決算発表のどの回か忘れたんですけど、まあ、孫さんがね、まあ、未来のことはわからないと。まあ、確かにそうだと。今を生きる。悪くないと。ただし、その未来はわからないって言ってる人は、実は未来を分かろうとしてないんじゃないかと。それはよくないんじゃないかと。 これね、すごい問いでね、あ,あ確かにな、と。な、堀江さんのね、近畿大学の未来なんてわかんないと。10年後誰が歩きスマホなんか想像していましたかと。それわかんないですよね <laughs>。だから今を生きろみたいなね。まあそれもいい話なんですけど、その孫さんの問いかけが、確かにな、と、おっしゃる通りだな、っていう。な、面白いですよね。だから大事なのは今を生きつつも、 未来も考えて、未来も考えて今を生きて、今を生きつつ未来を考えるっていうことが大事なんじゃないかなと。確かに考えても分かんないことはあります。でも考えたら分かることもあるわけですよ。だから孫さんが一点張りで、これからは AI だっつってね、一点集中でも AI に全部突っ込んでますけど、まあ、これからのその、振れ幅ですよね。 いろんなビジネスがあって、市場があって、AI の市場っていうのは、これからどう上がっても、いろんなところでも振り幅が大きい,大きいと、ここから伸びる、伸びしろがめちゃめちゃある、だからもうバンバン投資してるって言多分ソフトバンクの,あの一点張りのその集中効火は、その後すげえことになると思いますね。もちろん失敗する投資もあると思いますけど、まあ、100分譲っても、まあ、間違いなく僕はうまくいくと思いますね。 なぜならば、その主軸ですよね。その目先の儲かる会社が儲かる会社ではなく、大きい柱として AI っていうところの AI がどれだけ伸びるのかというところの AI を駆使したテクノロジーがどれだけ伸びていくのか、市場が伸びていくのか、様々なジャンルで AI を活用したっていうところの主軸で見てるっぽいので、まあ、それ伸びるよね、と。僕は、まあ、僕の見解ですけどね。ソフトバンクの株買っときたいですけどね。40歳だから買いますよ、僕。<laughs> 株式もちょっとやろうかなと思うんですけど <laughs> うん何から去年か一昨年ねソフトバンク潰れるっつった時買って出た人はすげえ頭いいですねうんだから孫さんがどこ見てたのかっていうところを先行の眼差しで見れた投資家っつうのは良かったんじゃないですかねうんだからあのね一言はね僕はねすごいなと思いましたね果たして本当にそうでしょうかっていう未来を分かろうとしてないんじゃないかという問いかけですよね うんあれはね、すごく僕は刺さった一言ですね。未来を、未来は分からない。だが、未来を分かろうとしていない,といううん。まあ僕が言ってる、さっき、先ほども言いましたけど、分かる未来ってあるわけじゃないですか。年取っていくわけですよ。それは、誰が見ても分かりますよね。<laughs> それは、じゃあそ、そこに向けて、じゃあ今何やんのかって話ですよね。今何積み上げんのかと。 だから少なくても、あのー、今積み上げとけばね、年取って喋れなくなっても、YouTube の僕が勝手に喋ってくれてますから、喋れてる自分が <laughs>。そう。だからね、まあ、大事ですね、それね。いってらっしゃい。